カラガンダ州、カラガンダ州、英語、カラガンダリージョンは、カザフスタン共和国の州の一つ。州とは、カザフスタンの首都アスタナから南東に、約240キロメートルのところに位置するカラガンダ。自国体は、アトックプラス6を使用しており、サマータイムは実施していない。カザフスタンには14の州が存在し、カラガンダ州はその一つである。州の面積は、 約42万8000キロメートルカラガンダ州はカザフスタンの中央部に位置し、東西南北をカザフスタンの州に囲まれている。それぞれ西はコスタナイ州とクズロルダ州とアクトベ州に、北はアクモラ州とパブロダール州に、東は東カザフスタン州とアルマトイ州に、南はジャンブール州と南カザフスタン州に接する。なお、カラガンダ州の地形は、 主に平野もしくは標高の低い山地となっていて、最も標高の高い場所でも1565メートルしかない。このカラガンダ州は高山資源には恵まれており、カザフスタ国内では唯一マンガンの商業的な採鉱が行われている。マンガン以外にもモリブデンやタングステンのような合金に不可欠な元素の鉱石を産出する。気候が乾燥していることもあって、 植生は、ステップや砂漠が主であるが、山間部のように比較的降水量の多い場所ではまず、カバ、ハンの混合林も存在する。特に、カラカンダの東部の山林は、として指定されている。2009年の国勢調査によると、カラガンダ州の人口は134万1700人、人口密度は約3.1人、キロメートルであった。 1999年の国勢調査による人口は141万218人であり、人口は10年間で減少している。なお、2007年時点では、州の人口うちの31.8%が、州とカラガンダに居住し、カラカンダも含めた都市部の人口は、州の人口の83.3%に達していると推計されている。 民族構成は、首都アスタナと比べると、ロシア人、ウクライナ人などのスラブ系が多く、カザフ人と、ほぼ半々であるほか、歴史的な経緯から、ドイツ人が多い。カラガンダ州に限らず、カザフスタンをほぼ全域に言えるが、ユーラシア大陸の中央部に位置するために、典型的な大陸性気候となっている。すなわち、夏の暑さと冬の寒さがはっきりしており、また、 降水量が比較的少ない。参考までに夏に当たる7月の平均気温は摂氏26度であるのに対し冬に当たる1月の平均気温は低、摂氏17度。そして年間降水量は中北部で 250mm から 300mm 程度を中南部に立っては 150mm から 200mm。 程度しか降らず、比較的降水量の多い山間部でさえ最大で四百ミリメートル程度にしかならないこのため、雨の多い山間部には、木々も見られるものの、大部分の植生は、ステップ、カザフステップもしくは、半砂漠となっている。さらに、雨の少ない州の南部には、ベトパクダラ、ビットパッチダラ砂漠、南西部には、カラクム、カラクウム砂漠、モインクム、モインカム砂漠、ゼトイコヌイル、 ゼタコナー砂漠といった砂漠群が存在している。カラガンダ州の地形は、ウリタウ、ユルトウ山脈、カルカラ、カーカラリー山脈、ケント、ケント山脈、キジラライ、キザラアイ山脈といった山地群も存在するものの、一般に平野か標高の低い山地となっている。これは、ユーラシア大陸のこの付近一帯の近くが、カザフスタニアと呼ばれる部分にあたっているからである。 カザフスタニアの表面は長い期間侵食され続けてきたことで比較的平坦な地形となっている。キジラライ山脈に存在するカラガンダ州内最高峰のアクソラン、アクソレニ山ですらその山頂の標高は1565メートルに過ぎない。キジラライ山脈の南にはカラガンダ州で最大の塩湖であるバルハシコ、レイクボルコッシュ。 面積約 18,200km が存在しているほか、州内にはいくつもの塩水湖が見られる。また、州内には、ヌラ、ヌラ川、ケンギル川、ケンガー川、アタサウ川、アタサウ川といった、いくつかの河川も存在する。カザフスタンは、ソビエト連邦を構成する、共和国の一つ、カザフソビエト社会主義共和国であった時代から、 穀物栽培や牧畜などの農業が盛んな地域であった。2007年現在のカラガンダ州においても33万 422km が行政における分類上では農地となっているただし畑を耕して種をまいて作物を栽培するための農地、公師農地は蒸気のうちのわずか3.4%面積に換算すると公師農地は 1> 約1万1 2 3 4キロメートル程度に過ぎない。この公師農地のうちの76%、約8 5 3 8キロメートルは穀物の栽培に利用されており、主に小麦を栽培している。この穀物栽培に利用されている農地で2006年に収穫された穀類生産量は約57万トンで、これは2006年のカザフスタン全体での 国類生産量の約4.6%に当たるなお、その他の公衆農地ではジャガイモをはじめとする野菜などが栽培されている。また、牧畜も広く行われており、蒸気の農地に分類されている土地の大部分が放牧のための土地として利用されている。特に、カラガンダ州はカザフスタン国内でも馬の産地としてよく知られている。 2006年の馬の飼育数は、カザフスタン国内での飼育数の約1割に通った約11万3000頭であった。このほか、羊やヤギの放牧が行われているほか、1000頭程度のラクダの放牧も行われているが、カザフスタン全土でのラクダの放牧数の1%弱である。さらに、牛、豚、鶏などの飼育も行われ、食肉、乳、鶏卵、羊毛などが生産されている。 なお、農業製品の加工業は2007年現在、カラガンダ州の産業生産工の約7.3%を占めている。カラガンダ州にはカザフスタン国内におけるマンガンの埋蔵量のすべてが存在しているマンガンの他にもモリブデン、タングステン、亜鉛、鉛などが産出されている。これらの元素のかさらに鉄や、 金の堆積型交渉も存在が確認されている。また、石炭や石油や天然ガスも産出している。カラガンダ州は2007年現在、カザフスタン国内におけるすべての鉄を生産している。ことで知られている鉄は様々な元素と混合して合金が生産されるが、記述の通り、このカラガンダ州からは、鉄合金に使用される元素として、 重要な元素の一つであるマンガンをカザフスタイ国内で唯一産出する。さらに、モリブデンやタングステンのような鉄合金に使用される元素の鉱石を産出しているほか、製鉄には不可欠な石炭もか,らかんだ丹田などすぐ近くで取れ、さらに鉄自体も産出するといった恵まれた環境にある。また、非鉄金属、金や銀などの貴金属も含むの生産も行われている。 これら、金属を扱う産業が2007年現在からがんだ州では重要な地位を占めている。このほか、化学プラントなどでの化学肥料生産、様々な用途に使われる硫酸の生産などの化学工業、ゴム製品やプラスチック製品を扱う、石油化学工業、その他機械工業なども存在する。 カラガンダ州の2007年現在の道路総延長は8 8 9 3トル、鉄道路線総延長は1 8 1 1トルで、ある州とカラガンダには主要な道路だけでも、1997年12月までカザフスタンの首都であったアルマトイ、アルマトイ、またはアルマティ方面からバルハシコの湖畔に存在する工業都市のバルシ、ボルコッシュを経由するものやアスタナ、 アスターナ。アルミニウム工業で知られるパブロダル、パブラーター、乾燥地帯に存在する工業都市のジェズカズン、ジェイスコスガンなどからの道路がカラガンダに伸びている。さらに鉄道もアスタナをはじめジェズカズン、アルマトゥイヤ・バルハシ方面からカラガンダに伸びている。また、州都のカラガンダ近郊にはサリアルカ、セリーアーカ国際空港が存在する。このほか イルティッシュ・カラガンダ・ジェズカズガン、アーティッシュ・カラガンダ・ゼズコスガルウンガも、カラガンダ州内を通っている。また、カザフスタイ国内の油田と、ロシア連邦のパブロダル石油生成所とを結んでいる、石油パイプラインも州内を通っている。カラガンダ州内の主な発電所、火力発電所は、以下の通り。なお、火力発電と同時に発生する熱、熱水も、 周辺地域に供給する熱平均発電所もある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。